ちょっと謎のねスポットというか、この前がねそのテニスコートがあるんですよね。で今日はこちらのねお店に行こうかなと思うんですけども、まあ喫茶店カフェテリア的なね感じでやられてると思うんですけども、こちらちょっとねラーメンのあの赤い旗がありますね。ですね、まあ情報によればなんかこちらちょっと変わったラーメンというかあるということで、ちょっと今日こちらの方にお邪魔しようかなと思うんですけど、前からねこちらの方すごい気になってたんですよね。こんな感じでねレトロな、ちょっと今日こちらのお店にお邪魔しようかなと思います。というわけで早速ね入っていこうかなと思います。和風ロコモコオムライスカレーライスランチということで、こちらにお邪魔します。YouTube、Instagram 始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、やってまいりました。牛骨ローストビーフラーメンということです。一般的にはねローストビーフ丼とかそういうイメージが、強いんですけども、今回はこのローストビーフのラーメンバージョンということです。でこちらの牛骨なんですけども、神戸牛の、骨を使っているということで、まあ、じっくり煮込んであっさりした味ということですね。いい感じですね。はい。で、豚骨よりも、その臭みが全くなくて、匂いが気になる方も、安心していただけるということですね。はい。こちら、ちょっと、いただいて、もう美味しそうだな。はい、いただいていきますね。はい。普通の豚骨より臭みがね、ないということです。いただきます。うん。あ、すごいあっさり食べやすいですね。うん。うん。あっさり味、いいですね。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回はですね、瀬戸内市の奥町にありますカフェモコさんにね、お邪魔させていただきました。ですね、こちらなんですけども、テニスコート前にある、ちょっと気になってたカフェなんですけども、一体どんなお店なのかなと思いながら毎回通ってたんですけど、今回は、お邪魔させていただきました。まあ基本的にはなんかいろんな、カレーライス、オムライスとか、ロコモコとかね、そういうのあるんですけども、そっからちょっとジャンルがね、全く変わってのこの牛骨ラーメンがあるということで、ちょっと今日はそちらの方にね、チェックしてみました。まあ、こちらのね、牛骨ラーメンなんですけども、神戸牛の、骨を煮込んでるということで、やはり匂いがね、比較的少ないというか、豚骨より全く匂いがないということで、匂い気になる方とかも、安心していただけるかなと思います。で、まあ本当に、あっさりな、牛骨ラーメンです。
というかね、その他ね、いろいろジャンルありますんで、皆さんね、ぜひ、この牛骨ラーメンに、関わらずね、いろいろ注文していただけたらなと思います。結構ね、スイーツもなんかおすすめということなんで、ぜひ行ってみてください。それでは、今回こんな感じで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。